こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は9月の12日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。9月の12日は乙女座。人を率いる立場になることが多いと思います。リーダー役ってやつですよね。あらゆる才能に恵まれるんですけれども、天狗になることなく、人を思いやる心っていうのを胸に、なんて言ったらな、人に接することができるっていう精神性の高さっていうのを持ってて、何でもできる、見たらわかる、そういう小器用さみたいなものがあらはったりするんやけれども、だからといって天狗になるってことがあんまりない。そういう幼児性っていうのを出すっていうのが恥ずかしいというふうに感じる知性っていうのを持ってるんじゃないかなと思いますね。知性と社交性が高く、さっきもちょっと言ったそのおごり高ぶるってことに対しての恥じらいみたいなものを持つっていう賢さっていうのを持ってますよね。だからといって別に謙虚であるとか、なんていうの、自分なんかって思ってるってわけじゃなくて、普通にちゃんと自信があって、頭の回転が早い、なんつうの、自分の実力を実力通りに認めることができる賢さっていうのが多分あるんですよ。だからなんつうの、ご飯、あなたが作ったご飯美味しいですね、そうなんですよ、美味しいっすよねって、でも長谷屋のお茶漬けも美味しいよねみたいななんつったんやな、そういうこう自分が良くなることに対して他人をけなす必要もなければ、他人がすごいのと自分がすごくないのとは別に相入れることではないしみたいな、そういうものっていうのをね、なんつったらいいのな、人に伝えるような存在っていう風な人なんですよね。だから多分精神性が上がるのは結構早かったりするよ。で、実はとても繊細です。だから頭の回転も速いし、起点も効くし、高い集中力があり、理性的で、全ての人に平等に振る舞うことができる。まあ、何しかその人当たりってものに対しての、なんやろな、乱暴にしたりとか、下品なことしたりすることのデメリットっていうのをよう分かってて、丁寧に、平等にやった方が、値打ちが、かえって、そこの、なんていうの、手間と、エネルギーに対して釣り合いが取れるってことをよう分かってるっていう賢さがあるんですよね。そこに対するその賢さとかフラット感っていうのはすごくいいんやけども、だからといってへりくだるわけでもなく、気ぐらい高いと思う。責任感も強ければ気ぐらいも高く、頭も賢いから、イラッときやすい。でもそこで揉めたり突っかかったり、人を論破するってことがなんていうの、長期的な成功につながらないってことがよう分かってるっていう賢い人なんじゃないかなと思うので、だからこの人の強さっていうのはそういう精神性と群れに伴う賢さっていうか、群れに片足突っ込んでる自分、誰かの助けを借りないと、生きていけない自分ってものの小ささっていうのを分かってるからこその賢さみたいなものっていうのが、9月の12月が振る舞う光だったりするんですよね。光り輝く力に恵まれるっていうような部品を持ってるけど、この人の光ってのはそういう光やと思う。必要以上におごり高ぶってる醜さみたいなものを見せるっていう瞬間もあるだろうし、自分のほどわきまえてる美しさっていうのを人に思い知らすっていう風な、そういう影響の与え方をするはずなんです、するんじゃないかなって見てて思いました。で、だから他人のことがよう分かってる、人を分析する力に優れますよ。だから人事とか向いてるよ。科学者とか心理学者とか、何でもいいんだけど、その人間に関する商品開発的なもの向いてます。こういう時に人はこういうものを使いたがるし、こういう時はこういうものが欲しいとか、そういうのがね、よう分かると思う。
で、作家とか教育者とか、なんていうの、理想の姿を紡ぐ仕事もいいし、共感性を刺激しててそれがお金になるっていうような仕事も向いてますね。相手の反応を伺って自分の気持ちを抑えてしまうって時期が、若くって未熟な段階の時には必ず通る道やって、分かるからこうした方がいいのかなとか、いやこれはかえって分かってるっていう振る舞いをしない方がいいのかなとか、なんかいっぱい考えてもらうと思うんですよ、考えなくてもいいことを。でだから多分ね、同じ年の学年っていうか学年で区切っちゃうやん、若い時って。同じ年頃の子供たちよりもちょっと老成してるというか、冷めてるというか、バカにしてる瞬間っていうのがあったりとか、そういう風なこう若い時を過ごしがちで、そこがブレイクスルーすると、非常にその自分の気持ちを素直に表現していって、感覚の鋭い表現者として活躍するだろうなというふうに思います。まあ何やろうな、素直に表現できるから鈍感なんじゃなくって、実は繊細で神経質だからこそ、その細やかさの表現の仕方に対してのブレイクスルーが必要だっていうのがあって、だからなんか例えば私なんか字下手くさいねんけど、字汚いねって、なんなんこの字って、本気で書いてるんとかって言った時に、うっさいなって、そんなんやったら私に声かけて頼まんといてやって言ってる時期っていうのが、まあ初期ですわね。攻撃、その指摘に対して攻撃とか、否定とか、威圧とかで対応するしかない時、自分の弱さを受け入れられない時っていうのがあって、そこがブレイクスルーされると、自分のその字汚くて本当は恥ずかしいとか、本当はもっと綺麗に変えた方がいいの分かってるけど、早く書きたいから汚くなっちゃうとか、そもそも漢字くちゃくちゃって書かな、実は正しく書けないとか、自分に対する劣等感とか恥じらいとか、なんやろな、本当は大したことないってバレたらどうしようとか、かっこいいと思われたいとか、あの人に幻滅されたくないとか、人っていろんな欲があるやんか。そこに対しての相手の反応に対して自分の気持ちをグッて飲み込んでしまったりとか、もう何も言えなくなってしまうとかってパターンとかね、あると思うねんけども、その攻撃性なのか飲み込むなのか、多分飲み込む方が多いと思うねんけど、こういう感じの人は、そこに対して飲み込むんじゃなくて、飲み込むとね、溜まって中で炎症が起きるんですよ。エネルギー的に言うとね、我慢するとか、言いたいことが言えないとか、自分が黙ってれば体が収まるのかなとかって考える人っていうのは炎症系の病気にかかりやすかったりすんねんけど、9月の12日はそこをブレイクスルーする必要があって、乗り越える必要があって、じゃあどうすればいいのかって言ったら、そうやねん、汚いやろ、ちょっと恥ずかしいねんって今言わんといてよとか、そういうことやとちょっと傷つくんやんとか、弱点やねんとかって、そのままに表現できる、素直に表現できるようになる。そういうこと言われるとちょっと傷つくとか、これでも一生懸命に書いててとか言うなよとかその辺の表現方法は、まあ、キャラによると思うんだけども、素直に表現できるようになると、この人は図抜けて成長していく。で緻密な頭脳っていうのを活躍させていくし、その常識をわきまえていくとか、素直さ、自分のそういう心の機微をコミュニケーションのうちに素直に開くことができるようになっていくと、話が上手になりますね、この人は。冒頭でも言ったけど、その人を率いる立場になったりするんだけども、そこでのそのコミュニケーション能力であったりとか、言語を使ったやり取りに関しての、センスの伸び方っていうのは随一ですね。非常にレベルが高いところまでいけるって器を持っていて、そこに対して必要なのは素直さと常識ですね。で常識っていうのはその場所と年代によって変わんねんけども、この場所でこういう常識、この場所ではこういうわきまえた、距離感とかっていう、それを全て踏まえて常識って呼んでるんですけれども、そういうここでの空気感とか、ここでの砕け感とか、逆にかしこまりすぎてもインギンブレになっちゃうするしさ、そういうのを勉強すると、非常に鋭い活躍の仕方っていうのをしますね。他の追随を許さないような
頭の回転、起点力みたいなものを使った修正の仕方っていうのをするっていうか、で9月の12日自体も自分の能力を使えてるなっていう実感、自分に対しての納得感っていうのはそういうところから得られていくんじゃないかなと思いますね。コミュニケーション、人の中でのその柔らかく活躍し続ける、存在し続ける。でそこに対しての辛口になりやすいねんけども、言うこと言ってその上手に飲み込ませてしまうっていう、注射のうまい小児科みたいな、そういうこうテクニックっていうのは身についていくと非常に強いですね。で物事の全体像を把握する能力が基本的に優れてるので、その場所その場所での常識っていうのかなっていうものをつかむのも、多分どうせつかむの早いんですよ。でそこに対してそれの能力を持って自分の目標ってものを持ち、積極的に集中することで成功していきます。で、特徴的なのが金銭感覚に優れます。お金に対する執着であったり、商売感覚であったり、これにこのいくらは高いやろうとかっていう金銭感覚が鋭いですね。でこれは行き過ぎると仕事するにしてもお金での成功っていうのを求めすぎてしくじる。でもその金銭感覚に対してのそのエネルギー量が高かったりするので、どちらにしてもその気にしすぎもあかんねん。でも使わなすぎもこの人の場合あかんくて、全然興味ない、もうお金なんかいいよいいよとかって言ってる9月の12日は運勢悪いな。興味を持ち、資産を増やそうとし、費用対効果を求めてる方が9月の12日らしいっていう感じですよ。でそこっていうのはお金の仕事に関しては結構向いてるので、まあ、税理士であったり商売人であったり、金融関係とかお金を計算するような仕事っていうのはまあ向いてますね。コンサルタントとか、コンサルタントとかお金を計算ちゃうか、まあ、税理士的な、こうするなんていうの、あれのなんていうんだ、デッキを組む系のさ、カードゲームみたいで、こうしてこうしてこうしたらこの税金はゼロになりますみたいなさ、そういうのね、多分ね向いてますはい。でそういうことに対するその知的好奇心っていうのを持ってるっていうのは非常に良いし、それ持つとねめっちゃ伸びるんで、まあ今の資本主義経済圏の、国の状態であれば、多分そういう才能を使い始めると9月12日が食いっぱぐられることはまずないと思いますね。でまあ野心的ですよね。そこで、まあ、野心が強くなりすぎるとそれがゆえに自滅するっていうの、運動会で張り切って足がもつれてこけるお父さんみたいな感じで、張り切りすぎって身体性をね低くするんですよ。実力以上のことを求めて空回って、でこけちゃって怪我するみたいな。だからそこに対してその自分の実力とかってものをお金が絡むとちょっとこう見誤りやすいので、そこに対してはちょっとね冷静になった方がいいですね。あ、自分なんかできますって言うけどできないかもって、でやばいかなと思ったら、みっともなくてもすいません、できるけどできないかもって、ちょっと納期長くしてもらっていいですかねって、ちゃんとそういう誠実さって大事やんできるって言ってて蓋開けてみたらできてないって思った時の、もう仕事管轄してる人間でも絶望感たらないからさ、やってるって言ったやんってなるから、なんつったらな、欲に目がくらんで実力、自分の身体的な能力以上のものを必要以上に受け負わないっていうのは、この人が自滅しないために重要なキー働きですね。で人前ではちょっと強がりがちなので、そこに関してもちょっとこう自分ちょっと盛るとこあるよなって、設定盛り込みすぎる癖がある。でそれによって自分が後でバックヤードに下がった時に首絞まってるってことがあったりするから、そこは気をつけましょうとか、私気をつけましょうってことは嫌いやねんけど、そこはまあ意識して調子に乗らないっていう気をつけていただければと思います。また使っちゃった、気をつけろってすいません。はい。で
精神的なことに対して の関心が強い方ですよ。直感とか内なる声とか、まあ、精神性とか、ほら自分がどのように考えてるかってことを知ろうとするってことが運気 の素直さとかってことにつながってて、でブレイクスルーにつながるでって、冒頭でも言ったように、自分の本心とか自分の、まあ、あれが食べたいとか、あの人に会いたいとか、ここにあの人がおったらよかったのになとか、本当はもうワンランク高いものが良かったのになとかっていう、そういう本心ってあるやん。あれをね、知ろうとすると9月の12日は飛躍的に良くなるんですよ。アイディアとかクリエイティビティとか、そういう面において非常にトンチ的に効いてくるので、ちょっとねノイズ的というかやかましかったりするんですよ、自分の本心っていうのは。やねんけども、そこに対して、まあ、怒りであれ悲しみであれ恐怖であれ、丁寧に扱うってことは長期的に非常に9月の12日のパフォーマンスに良い影響を与えるので、そういうのをね知ろうとするっていうのはエネルギーされてもいいんじゃないかなと思います。で、自分のその秋っぽさであったりとか、風変わりなんていうの、ちょっとこう突飛であるって関西弁か、突発的で、常識的でない振る舞いとか、そういうものに対してっていうのは恥じることはないと思うねんけど、常識をわきまえてないとっていう枕言葉通じちゃうんやけども、そこに対してはストップができた方が大人ですね。で、精神的にストレス値が高くなっていくと神経過敏になりやすいし、人に対して攻撃的になったり、協力してあげたくなくなってくるっていう風な個性が出てきたりしますので、ちょっと助けてよって時にうっせえ帰れみたいな感じになってきたら、あ、疲れてるなっていうなんだうっせえ帰れってごめんっていうもう美味しいご飯食べてしっかり寝ましょうっていう、もうシンプルに疲れてるよっていう風に気づいていただければと思います。で、実は失敗や自分の野心の強さからかな、失敗して落ち込むってことはあると思うんですけども、執念からすぐに立ち直れるっていう強さ、タフさをお持ちです。で、自分の可能性を広げてくれるような刺激ってものを求めると思うので、嫉妬して腹が立ってもかっこいいもの、憧れるものっていうのは目の見えるところに置いておく、そういう場所に居続けるっていうのはこの人の刺激にはなっていいんじゃないかなと思います。で、憧れたりとか、好き、この人と仲良くなりたいなとか、好きだなって思う人に対して、大丈夫に見えてるやんか、けど自分はめっちゃ恐怖心が立つんだよね。なんかキモいと思われたらどうしようとか、この程度なんやって思われたらどうしようとか、すごく心配性になったり優柔不断になったりするところがあるので、やっぱりここもやっぱり素直に表現するってことがすっぽ抜けないことってことを、意識して過ごすってことが重要かなと思います。そんな感じで、人生の区切りとしては、10歳と、40歳以降っていう構図になってます。で、自分について知りたいっていう自分を知るということは人生を知るということやねんけども、こういう、まあ私なんか手相占い師やから運命学をやってるような人間やからさ思うんやけれども、自分を知ろうとすることです。冒頭でも、中頃でも後半でも言ったけども、9月の12日はどのように自分がどのように思ってるのか、本当はどのように思ってるのか、恐怖心なのか怒りなのか期待なのか、それをね知ろうとするっていうのが、まあ人生前半のテーマにもなるし、この人の、まあ、占いでこうやって見た時にもやっぱり強く出てくるってところがありますね。自分を知ろうとすること、内なる声みたいなものを意識なさるといいよっていうところですね。で、40歳以降というのはちょっと、まあ、この人の、まあ、リーダーとか責任者とか実力者っていう風な役目とか、まあ、回ってきやすいし、そういう責任を負った方が、センスだったりとか伸びる才能ってなんかこう増えてくるので、そういうものが来たら、逃げることなく背負ってしまいましょうってところですね。で、ここまでのお話っていうのは私の占いの知識の中の、星占いの知識、数秘術の知識、心理学の知識、易と気学の知識を持って喋っています。なんですけれども、私の専門は手相占いなんですよ。なので手相を見せてもらうともうちょっといろいろ喋れます。なので手相
見せてもらいたいんですね。で、今日なんかやったら9月の12日って日にち区切って喋ってんねんけども、手相は完全な個人性格なので、9月の12日生まれの方でも手相それぞれ違うと思うんですよ。で、双子でも違うんですよ。で、手相ではその後の個性だったりとか考え方とか方向性とか、運命の流れとか、まあ、体力バイオリズムみたいなものを読めるんですね。で、今やったら、10歳と40歳って言ったけども、年齢が分かって手相でもね、ここ何歳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 って読んでいくことができるんですよ。それでこの人の人生今いくつやったら何年後に人生の区切り来るよとか、何歳に何かのチャンス来るよとか、何年後かヤンキーやでとか、そういう話ができたりするんですね。まあめっちゃ面白いので、そういうのを好きな方はぜひ手相を見せに来てください。はい。で、次パートナーシップですね。恋愛とか仕事におけるパートナーシップ、共同経営者はどんな感じの人がいいのって話なんですけども、まあ、後半にも申し上げたように、基本的に、まあ、野心とか可能性とか精神性みたいなものが重要な方なので、精神的な刺激を与えてくれる人はいいですね。そのパートナー自体がこういうことやりたいとか、こういうことが面白いと思って勉強してるとか、こういうふうなことをしたいから自分からもやろうとしてるとか、そういう、こう能動性とか主体性とか、もういくつになってもこういう勉強してるとか、いくつになっても創作活動やってるとか、こういうふうにしていきたいか、こういうふうに頑張っているみたいな、その人なりの、なんていうのな、なりたい自分とそれに向かってやってる自分ってことに対して矛盾がない感じっていうものに対してすごく刺激を受けるし、自分も頑張ろうと思うし、あなたが落ち込んだ時もその人を見て慰めてもらうとか、分かってもらうとか、葉っぱかけられるとか、そういうことじゃなくって、横でのびのびとされてるから自分も頑張るっていう風な勇気づけられ方をすると思うんですよね。で、9月の12日自体は把握して引いていくっていう風な才能がとてもあるので、みんなのリーダーになったりするけれども、パートナーはあなたの支えが、まあ、あったらあったら全然人間やからさ、力になってると思うんやけども、いなくても平気ぐらいの人がいい。お互い自立してて、なんつったらな、お互い自立し合って弱った時だけ肩を貸すぐらいの、力関係っていうのがおすすめかなと思います。そっちの方がね、多分楽やと思うよっていう、そんな感じというところで、ここまで聞いてくれはってありがとうございました。楽しい人生送ってくださいね。応援しております。それでは、ほなね。